プロ野球若手選手の教育リーグ宮崎フェニックスリーグが10月7日から宮崎県内の球場で開幕しました。このうち南郷スタジアムでは地元の園児らが両チームの監督に花束を贈呈をしました。日南市の特産品として宮崎ジトッコもチームへ送られました。リーグ初日、南郷スタジアムではファームで3位の西武と韓国のハンファイーグルスが対戦しました。参加チームはプロ野球の12球団と独立リーグなど合わせて18チームで、宮崎県内各地で1日1試合を戦うリーグ形式で行われます。訪れたファンは、一軍で活躍できるように頑張ってほしいです。やっぱりあったかいっていうのもあって、いつもよりこうのびのびやってるのかなとは思います。やっぱ貴重な経験だとは思うので、若手にとってはやっぱり来季に向けて頑張ってもらいたいなと思います。宮崎フェニックスリーグは予備日の4日を含めて22日間10月28日まで全162試合が予定されていて、無料で観戦できます。